はい、出発から2時間26分、こちら、これ多分カメラマ台に行く道だと思うんですけど、あれ何の道ないっすよ。山中湖パノラマ台駐車場です。はい、車中泊野営は禁止しますですって。ほんととんでもないやつがね多くなりましたからね、禁止ですよ。悲しいですね。はい、山中湖でございますが、ここに富士山が本来なら見えるはずなんですが、ここも相性悪いんですわ。私との相性悪くってほんと富士山見えない、見えれない、悲しいですが、はい、リベンジで来たんですが、リベンジになるかどうか、とりあえず、鉄砲木の頭から高笹山行ってみたいと思います。ずいぶん雲が取れてきましたね。富士山を拝めるかなという感じでございます。はい、相変わらずえぐれの道でございますと思ったら、あちらにですね、あの新しい道つけられてます。はい、新しい道がそこにつけられてます。はい、はい、この辺で、はい、これです。新しくつけられた道と合流しました。こう、あの草が敷かれてて新しい道歩きやすそうですけれども、時間の問題だよ。そのうちあそこに見える、これ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 、これ旧道です。旧道、これ旧道です。これです。こんな道になっていくんです。ハードルばっかり、ハードルばっかりですよ、これでございます。目指す、頂き鉄砲木の頭です。鉄砲木の頭、はい、ま、はい、もなく、旧登山道と合流するようですね。出発から15分です。15分で旧登山道と合流するようです。はい、いや、お魚になった私の気分ですね。サントルシアさんの気分でございます。もう川底を張っている魚の気分でございます。ハードルがあります、ハードル。はい、お役人様はこれを階段だと思って、はい、設置させたわけでございますが、どう見てもハードルです。はい、ハードルです。ハードル、どうやって飛ぶのよこれ、無理。いやー、それだけ道が浸食されたってことですね。でございます。出発から25分、はい、ようやく鉄砲木の頭、明神山、別名明神山です。山頂の、はい、祠が見えてまいりました。いやー、きつかったです、はい、この火山歴ね、これは滑るんですよ、ずるっずるって。はい、非常に体力消耗します。見えてまいりました。出発から26分、はい、山中諏訪神社奥宮でございます。鉄砲木の頭頂上でございます。はい、はい、おはようございます。はい、いつの間にかこう玉石が弾かれてコンクリートで補強されております。はい、というわけで富士山はダメです。はい、出発から31分、では高笹山に行きたいと思います。はい、標高1291メートル、明神山鉄砲木の頭と思います。はい、こちら行きます。週間予報ですと今日雨だったんですよ。なので、山は無理かなと思ってたんですが、2、3日前から午前中は晴れるという予報に変わったんで、急遽ここに来てしまったわけなんてございますが、はい、なんか雲行き怪しいね、怪しいですね。はい、
前回来た時もこんな感じでガスガス、視界不良で、視界不良の中を歩いた記憶があります。過去動画概要欄に貼っておきます。忘れなければでございます。先ほどからずっと下ってます。ということは帰りはずっと上りなんです。きついんだわこれ。はい、上り返しがきついんですよ。いやー、またガスがひどくなってきました。はい、おー、どんどんやってます。はい、自衛隊さんがドンスカやってますね。ドンスカやらない社会にならないのかね。政治の力でこうドンスカやらないようにしてくださいような世界ですよ本当に。ちょっとおテント様のご機嫌がよろしくなってきたのかな。なんとなく木漏れ日を感じるような場所になってきました。はい、木漏れ日とガスです。雨と鞭だわ。木漏れ日とガスですよ。おテント様頑張れよ、頑張ってくださいよおテント様でございます。いやー、めっちゃ急坂になってます。滑るんですわこれ。いやいや、ズルズルでございます。滑った跡があるですよ。です。いやー、本当怖いんでございますわこの下り。はい、勾配がいるんでなだらかな下りになってまいりました。はい、森林浴をしているという気分でございます。森林浴でございます。お天道様もう少し頑張ってくださいの世界です。はい、でもいいですねこの新緑の、はい、尾根道も悪くはないです。はい、またなだらかな登りになってます。はい、登ったり下ったりいろいろ変化のある尾根道でございます。いやでも綺麗ですね。黄緑色に癒されております。こちらも黄緑色です。で、道がこうそちらのピークを巻き始めました。こちらピークがあるんですが左から巻いて、切通峠に降りております。はい、切通峠に降りたら高笹山までまた登りなんですね。出発から1時間13分、鉄砲木の頭から42分で、はい、切通峠でございます。切通峠です。はい、ここです。はい、切通峠です。峠のとこだけ丸太階段でしたけど、あとはもうこんなえぐれ道ですね。でもここからこう火山歴ではなくなっているんで非常に歩きやすいですね。切通峠までは火山歴だったんですが、なぜかここからね普通の、土っぽいっぽいです道なんで滑らないんですよ。はい、はい、平らな道になりましたけど、お天道様がですね消えちゃいました。あららららら、いやーやめてくださいよお天道様が意地悪はっていう感じでございますが、ほんとここ相性悪いな。はい、日頃の行い悪くないと思うんだけどです。はい、道が下りになってます。いや高笹山に登らなければいけないのに下りになってますよ。嫌だなでございます。はい、うわ古い道標です。距離は書いておりません。はい、いいよ。
あ、順四郎の標識が、あ、順四郎に行かないようにですね、はい、です。はい、出発から1時間24分切通峠から10分で平野分岐ですね。平野分岐、こちら左に行くと平野というあの、集落出ます。はい、高田瀬山 0.7キロ、 1.3 キロでしたから先ほど。600メートルを10分、はえーでございます。はい、緩やかな登りです。はい、これは丸太階段にしたつもりなんでしょうね。もう階段ではなくなってますね。かといってハードルにもなっていないと、完全に埋没するというレアなパターンでございます。大抵はハードルになるんですけどね、丸太階段は。はい、あちらがね、富士山方向なんです。はい、最悪、スタート地点よりもひどくなってます。何なんだよテント様、意地悪なんだからでございますよ。はい、切通峠から16分ですね。出発から1時間30分、また平野分岐です。はい、平野分岐です。あちら平野です。東海市での高笹山400m、 400m でございます。はい、ここから 400m 高田山頂上まで一気に登りになると思います。これは完璧にハードルです。ごめんなさい、ロレツ回ったら完璧にハードルになってます。ハードルです。はい、ここからね、また土質が変わって、火山歴のザラザラという道になってます。はい、キュートでございますが、もしかしてあそこ前方に見える場所が山頂なんでございましょうか。山頂であってほしいと思う私でございます。いや、ヒーリーしてます。いや、勘弁してください。富士山全然見えない。 この真上は雲切れてるんですけどね、何なんですかね、あっちね。やっぱりあの湖の上は水蒸気出やすいんでしょうかね。はい、です。ピークだと思ってたら違いましたね。違いました。ぬか喜びしてしまいました。はい、まだ道は続いておる。こちらですね。いやいやいや、まだ続いておりました。はい、丸太階段になりました。もしかすると山頂が目前という感じなんでしょうか。なんか前方開いてます。前方が明るい家族計画になっております。明るい家族計画、ね、家族計画大切ですよ。そうです。はい、ご利用は計画的にでございます。はい、これ山頂ですね。ではここからノーカット無修正でお伝えしたいと思います。ノーカット無修正でございます。はい、まあいつも修正はしてないんですけどね、いつも私の動画は無修正なんでございますが、はい、ノーカットで参ります。はい、あそこになんか白い標柱がありますが、はい、あれはなんだ、水道、水源林、わかんないでございます。お、出てまいりました。多分高笹山です。はい、出発から、1時間41分切通峠から26分ですね。失礼、27分、切通峠から27分でございます。はい、高笹山のはずなんですが、あれあれ違います。あっちか、あっちだ。これ違います。あっちです。あっちです。ここは展望台さ、富士山見えない。ダメだ、お天道様どこ行っちゃったのでございます。はい、はい、ここですね。はい、出発から1時間42分切通峠から、28分でございます。高田山1174.1m 登頂でございます。
発から1時間50分。ちょっとね、体なまってんで、トレーニングのためにこの先、富士岬平まで、行ってみたいと思います。金箔プレーの、切り株ですけど、うわ下りですわ、まあ当然か、一回山下るんですもんね。うわすごい下り、ここは帰り登り返さなきゃやばいっしょね。山伏峠分岐 2.1 キロ、高田山 0.2 キロ、200メートルを3分、はいやーまあ下りですもんね、入りたいですね。はい、テッド手だらけ、猫は灰だらけでございます。ピーの周りはピーだらけでございます。ウォシュレット使いようの世界です。はい、鉄塔に来たら鉄塔覗き、はい鉄塔覗き以上です。向こうがまた登り始めてるようですね。富士岬峠まで、富士岬平まで、まあ、登りっぱなしになるんでしょうか。前方に見える明るい家族計画が富士岬平であってほしいと思う今日この頃でございますが、いや完璧失速してます。はい、土俵が見えますね。やっぱりここが富士岬平なんでございましょうか。はい、そんな気がします。その先下ってますもんね。ここですね、ベンチもあります。出発から2時間2分、高笹山から12分ですね。12分、あら落ちてますね、落ちてますよ、落ちてます。はい、富士岬平1169メートル登頂でございます。富士山見えません。出発から2時間6分ですね。一度切通峠手前まで戻って平野に降りていきたいと思います。ようやくなんかまたおテント様こうご機嫌がよろしくなってるわけなんですが、いい道なんですよ、この天然林のねトンネル、いい道なんですけど富士山見えないんだよな、見えないんですよね。はい、と言いながら戻ります。はい、出発から2時間27分、富士岬平から、21分ですね。平野の分岐、ここを行ってしまうと遠回りです。もう一つ先、もう一つ先に平野の分岐があります。そっちの分岐から降ります。出発から2時間31分、先ほどの場所が25分ですね。富士岬平から25分で平野分岐、ここから、はい、下に降ります。多分右側が旧道なんですね。もうえぐれちゃって歩けたもんじゃないですよ。はい、相当前にこちらに付け替えられてる模様です。はい、出発から2時間37分ですね。富士岬平から31分で、はい、なんだろう、別荘地なんでしょう、なんか、人工的に設置された場所に出てまいりました。あ、建築中ですね。まだ建築途中みたいですね。はい、なんでしょう、これハリボテですね。建築中じゃなくてハリボテ、ハリボテですか、ハリボテ、違うか、それハリーポッターか。はい、出て、なんですかこれ、トイレもあります。はい、というわけで出てきました。もしかしてサバゲーの施設ですか、サバゲー、まあいいや、サバゲーの場所かと思ったら今度上に廃墟があります。あそこもサバゲーなんですかね、あの廃墟の中でドドドドドドってやるんですかね。すごい、便器もあります。便器も置いてあります。便器もすごいな、こんなのがあります。廃墟の前にこんなの、そう、いつの時代でしょう、もうあのワープロパソコンがない時代に書かれた看板ですよね。いやすごいですね、この廃墟、なんだっすよ、ここ何山所、はい、あちらにもあります、あちらにも廃墟があります。空き瓶缶ゴミはお持ち帰りください。はい、いやこれ廃墟ですね。鉄骨、
重量と靴作りですか、これ建物は。いや見事に崩れてますね、これすごいですね。あ、ようこそいらっしゃいました。ペンションステラハウス、ステラハウスですって。ソーラーですよ、うなってます。ソーラーが、ソーラーうなってます。ドケチドリ鳴いてます。ドケチドケチって鳴いてます。ドケチドケチドケチって鳴いてます。はい、富士岬平から54分で県道に出てまいりました。で、あっちですね、パノラマ台あっちです。行きます。ドドドド行きました。まっすぐな道です。出発から2時間26分。こちら、これ多分パノラマ台に行く道だと思うんですけど、あれないの道ないっすよ。 あるか、誰も歩いてない。なんかね、道全然わかんないんですけど、これかなっていうような道、踏み跡これかなっていう感じを見つけたんですけどもすごいですね。いやいや、これかな、いや、これどこかな、こっちかな、これっぽいですね。これ、うわあ、ちょっとわからんな。はい、というわけでですね、あそこ、あの階段に騙されたんですけど、こっちにもまだあります。こっちじゃないですかね、こっちだと行けそうです。なんだろう、あの義木の階段、義木の階段行って、その辺でもうやぶで、はい、どんどん行き止まりになりました。はい、こっちにありましたね。多分これパノラマ台に行くショートカットだと思うんですけど、結構しっかり歩かれてますよね。はい、しっかりと歩かれてるですけども、すごいですねこれ。何これ、こっち行くと倒木、こっち歩け、いやこっちの方が歩きやすいでしょ。いや、ザラザラ、この火山歴の、うわー、滑る滑る滑る、いやいや滑る滑る、火山歴のすごい道でございます。いや滑るわ。はい、出てきました。あれパノラマ台だ。カップルがいますね、カップル。パノラマ台の駐車場ですね。はい、出発から3時間34分。富士岬平から1時間28分ですね。はい。無事に山中湖パノラマ台駐車場に戻って参りました。今頃天気良くなって、ああちょっと富士山見える、ちょっと富士山見えます。ちょっとだけ。本日もご視聴いただきありがとうございました。次回も、よろしく。配信と言いながらまだついてない、ごめんなさい、まだ駐車場ついておりませんでした。いやー、富士山下だけ見える、下だけ。はい、すいません、出発から1時間29分1分フィットしました。無事駐車場に戻ってまいりました。本日もご視聴いただきありがとうございました。次回もまたよろしく哀愁、よろしく哀愁。